こんにちは、にじこです。昨日インスタストーリー、風さんのインスタストーリーに上がってましたね。 YouTube さんのね、どのシーンがいいですかっていう、もう選べないですよね、本当にね。かっこいいね、もうね、見れば見るほどかっこよすぎてね、ちょっとね、緩和するためにね、ちょっと風さんのあの可愛いシリーズっていうのが私あるんですけどおかしいよね、ちょっとそっちを見てね、ちょっと緩和してます。緩和剤です。はい、いや、それでね、この衣装も素晴らしいでしょ。これあのダンサーさんの衣装も素晴らしいよね。まあ、アレックス君はちょっとね、布少なって書いてたけど、まあ、でも本当素晴らしいなと思って。で、風さんのこの履いてるパンツ、これあの金持ち貧乏の時のあれね、あの時のに撮影なんかしてたのかな。それで歯磨きしながらあのうんってうなずくじゃないですか。で、白装束の時もうんってうなずくけど、関係ない、考えすぎなんかね。いやいや、いろいろ考えちゃう。いや、そして今日はね、10月29日はね、1年前に武道館ライブやった日なんですよ、風さんが。あー、もう1年も経ったんだと思ってね、なんか感慨深いものがあって。それでその時にね、1年前の時にね、あのエムスラさんが配信してくれたでしょ。あの配信の見方のなんか解説を風さん自身がしてるんですよね。まあ、ご存知の方多いと思うけど、あと電子チケットのスマチケのやり方とかね、そんなことアーティスト自ら説明する人います？ちょっと感動したんだけど、それをちょっとね、載せてみてもいいですか。これ探すの大変だと思ってね。はい、じゃけん、この注意事項の4つをわしちゃんと今読んだんで、はい、ありがとう、読んだんで、でテスト用チケットを発行に進めるよ。読んだんで、もうわし同意します、同意してチケット発行、で視聴、あとあのチケット番号と視聴パスワードいうのがここに出てきますので、これをじゃただコピー&ペーストするだけ、コピペしていきます。コピー&ペースト、視聴用パスワードもコピペして大丈夫です。ログイン、これだけ、あ、これだけで見れるかも。これ来るんちゃうの、これ来るはず、あ、見れた、簡単や、簡単。言うこと言うてますけども、これからリハーサル行ってきます。じゃあね。 Hello, this is Fujikaze。武道館ライブもあと3日やら4日やらになってきたんじゃけれども、今日はあのスマチケいう電子チケットであの会場に来られる皆さんに向けて、あのスムーズにあのご入場いただけるように今日は解説していきます。まずは App Store とか Google Play とかで必ず E プラス の, あのこのアプリをダウンロードしといてください。で、会場にお越しになる前に必ずあのチケットをダウンロードしといてください。もうダウンロードしたいいう方もいっぱいおられるかもしれんのんじゃけれども、まだの方はあのダウンロード方法の案内がオフィシャルサイトの方にあるそうですから、ぜひ覗いてみてください。で、そうですね、じゃけん実際にやっていきます。ライブ当日入場するときにやっていただきたいことは、まず E プラスアプリを立ち上げます。立ち上がりましたら、あの右下のチケットマークをタップしてください。で、スマチケの、あ、じゃあわで、これをあのわしの顔をこうやってもうポンとタップしてください。そしたらここ大事ね、ここキランと光る入場画面に進むいうところをタップしてください。で、この画面が出たら、この画面を表示して入り口に来てください。で、紙チケットの方はもちろんあのチケットを忘れずに持ってきてください。で、あと身分証も忘れなくいうことでした。ほんなら当日お会いすること楽しみにしてます。藤井風でした。はい、ということで今節丁寧に説明してくださいましたね。あの入場のボタンはね、あの
会場の近くまで行けないと、入場の時じゃないと押せないんですけどね。うん、いやなんでね、やっぱりあれかな、あのファンが若い人だけじゃないっての分かってて説明してくれたのかななんて思ったんだけどね。えもうこんな丁寧にね、アーティスト自らね、本当にもうありがたいことでございますよ。そしてあのいろんな方がまたいろんなツイートされててね、あのダンサーの TAKAHIRO さんがね、あの振り付けを担当させていただきました、藤井風さんは心が柔らかく真摯に向き合ってくださる方でしたってね。え心が柔らかいって本当にその通りですよね。でまたそういうね表現をされる TAKAHIRO さんが素敵。うん、TAKAHIRO さんも心が柔らかい方だと思う。なんかテレビとかでね何回か見たことしかないけど、なんか素敵な人だなと思いましたね。うん、そしてそれからね、またりょんりょん先生がツイートされてましたね。風がね星座が好きみたいでね、モヘヨの MV 最高だよって言ったら、獅子座の先生が好きそうですよねって人ごとみたいに言ってたって。獅子座の先生が好きそうですよね。獅子座なんですね、りょんりょん先生はね。でもそういうことも知ってるってことはね、やっぱり星座が好きなんですね。やっぱりいろいろそういう方面に関心があるんですね、風さんね。風さん双子座だけどね、双子座、私もだけどね、嬉しいなんか二面性があるとか言われてるけど、まあ多面性がありますよ。多面性ですよね、本当風さんね。双子座いい感じみたいですよ今年知らんけど、それからあの船津博樹さんっていうのかな、マリンパフォーマーの方がね、藤井風さんの萌えように参加させていただきましたって、なんかあの水泳やっててよかったってね。え本当に素敵な MV ですので、ぜひご覧いただき船津を探してみてくださいって。あ船津さんも出られてるんですね、あのみんなで泳いでるシーンかな、なんだろう、探してみよう。うん、で深夜まで何度も飛び込み潜って演技される風さん、本当に感動でしたって。深夜まであんなプールでの撮影をね頑張ってたなんてね、本当に、いやもうなんか風さんは本当妥協しないんだろうなって想像つきますよね。あのワイヤーアクションだってもうどれだけ大変だろうと思うけど、いやああいうのも人に頼まないんですよね、自分でやる、もう全部自分でやるっていう人ですからね。ねえ頑張ったんですね本当に。で湯川玲子さんも、今夜はこの動画を見てから元気になって休みますって、もえよこれ元気になりすぎて眠れなくならないかなって思うんだけどねえ本当に、うん、いやこの MV はすごいですね、これも世界に轟きますよね。うん、なんか世界にバーンと行くきっかけになりそう。うん、いやね本当になんかそれでアリーナがなんか神戸と代々木がキャパ増えそうですよね、かなり緩和されたしね、あのイベントの収容人数の緩和が発表されたからかなり増えるでしょうね。うん、まあ、私の友達も打ち続けてショックっていう子がいるんでね、ちょっと喜んでましたよ、チャンスが来たっていうんでね。うん、本当にねたくさんの人にチャンスがあるといいですよね。うん、それで私はね、私事ですが、昨日昨夜スタンド FM のねメンバーシップだけでねちょっとライブ配信やったんですよね。今63人の方がメンバーシップ入ってくださってて、やっぱり少人数なんでね、ちょっとじっくり話せて、まあ UFO やらチャクラやらグランディングの話やら、かと思えばディスコの話やら、宇宙理論やら、風さんの話やら、もういろんな話が飛び交って2時間も本当に濃い2時間で楽しかったんですけどね。うん、そんな話も今日の配信ではしてます、よかったら聞いてみてください。はい、ありがとうございました。ではまた。